け。さあさあ、今日も始まりました。これですよ、ゆるいです。さあ、かいくんです。今回の企画は何ですか？はい、ブルブルマシーンに乗って熱いもの食べてみた。これだ、動画してみていい？どうぞどうぞ。めっちゃ痩せんで、こんな感じでこう食べていくわけです。こっちです。なんか何、ラーメンとおでんと味噌汁を用意してるんですよ。こぼさずに食べれるかどうか。僕がまず最初にやるんですけど、食べるのはカップラーメンになります。合わせたらいい。こう、お前合わせる、こうしたらいいね、小娘。こうしたらいいね。意気込みはもう余裕でしょ。いきますよ、見本見せます。はい、あ、なるほどね。どうですか、上げていきます。ここから、あ、なるほど。へぇ、あ、ちょっと早い。待って、どうですか。あ、ちょやばい、そのつゆダクダクのほら、湯気出てる。召し上がれ。そう、なるほど、危ない。ちょ待って、これやばいや。全然いける。残りは汁だけになったんで、汁だけ飲んでいきたいと思います。ということで、僕の番が終わったので、次は小娘の番ということで。怖い。いける。何食う？何食べるの、小娘？熱々おでん。マジでやばい。芸人やねんけど。出がわかんない。おぉ、見えてますね。これは、しっかりと熱いっすよ。皆さん、お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。これでいいんですよ。行きます。はい。どうだ。はい、ごめん。どうぞ。熱々だ。行ったれ。いただきます。朝が来れば。こっちが熱いね。そうそう、ほんまにこぼれるから注意して。何も言うてんの。こんにゃく出てきた。何がおもろいんだこれ。何がおもろいんだこれ。おいしい。いただきます。もう大丈夫、崩れるからね。難しいわ、もう。いただきます。面白いって言われて、怖いよ。ということで、はい、坂井くんの番、行ってみましょうか。はい、これ、マジで熱いっすよね。豚汁ですよ、豚汁。湯気の加減は。湯気がね。やばない？いや、それ、あなた。エアでやるな。こんな熱い。マジで熱い。エアでやってたら誰もやらない。電源押さんと思うよ。
行きましょうか。行きましょう。行きます。私は。もうそこから。めっちゃ熱い。えぐい。どこ行ったんだ。何も食べてないですからね。怖い。虫の音みたいなやめてくれ。心優しいゴミ人間。